韓国政府が南北交流協力事案を、統治行為次元から任意で中断できないよう、県政措置を設ける。おさむ一部は17日、南北交流協力活性化の制度的な支援のため、南北交流協力に関する法律改正案を立案したと明らかにした。改正案は南北交流協力の制限禁止とき、 国務会議の審議を経るようにし、事業中断時はオサム一部長官が経営正常化を支援することができるようにする内容を盛り込んでいる。オサム一部の当局者はこの日、今後残観光や海上工業団地を中断するときに過去、政府には国務会議で審議する手続きがなかったとし、今後、このような制限や禁止のとき、 より慎重に手続きを経るとの趣旨と述べた。続けて、国会民間を治む一部の政策革新委員会などで、このような要求が多かったためにこれを反映したと説明した。